どうも、マックス鈴木です。本日は、パスタでございます。はい、というわけで、なんと、このマックス鈴木 TV にも、ありがたいことに、ファンの方から、贈り物が届く、という、珍事が発生いたしまして、この一般の方ですよ。で、送ってくださったのは、これ。真夜中のスパゲティースープスタイル、こちらイルキャンティさんっていうところにあるあのロシアンちゃんとかが動画に上げてましたね、これね、のスープスパゲティなんですけれど、気になる中身なんですけど、これ15人前の麺と、これが 7.5 人前、3キロのスープで、本当はね、麺、茹でた麺のところにバーって、このスープを入れて、スープスパみたいにして食べるんです。スープスパみたいにしてじゃなくて、スープスパなんですよ。今日大丈夫ですか？はい、わかりません。なんですけれど、ちょっと普通にやってもつまんねえなと思って、僕、ちょっと今回、つけ麺で、パスタつけ麺としてやらせていただきます。で、僕はこれを、ある程度温めた状態で一回入れて、レンチンして、で、これは茹でて、で、軽く締めてあります。ぬるいぐらいの状態。っていう感じで、なんで持った？今から、つけ麺スタイルで、15人前の麺と 7.5 人前のソースを使って食べていきたいと思います。一応ソースの追加は、用意してありますね。てな感じでいきましょう。はい。では早速、イルキャンティーさんの、視聴者様からいただいたプレゼント、真夜中のパスタ、15人前の麺と 7.5 人前のスープで、いただきます。パスタつけ麺、オリジナルで。ロシアンちゃんの参考動画にちょっと、見させてもらったんですけど、ガーリックの香りとかでどすこいって感じだったんですけど、どうなんですかね。引きまーす。どんだけつちゃんと温まったかな、これ。こんなんね、こんなん、僕はこんなんで食べます。いただきます。うわ、うんま、これ。これイカかな、タコか、魚介がコリコリ、トマト&ガーリックって感じかな。パンチは結構ある方かな。いや、うまいですね、これ。これいけそうだな。でも俺パスタ苦手なんで、どんだけ食べれるかわからん。これね、ソースもうまいけど、麺うまい。これ、めちゃくちゃ麺うまい。これは、これ1人前いくらするんだろう。これ、マジでうまいな。あ、笹塚に本店があるんだ、キャンティ。キャンティ本店が。どんどん行きましょう。どんどん行きましょう。これ、めちゃくちゃうめえ。概要欄にリンク貼っとくんで、よかったら、頼んでみてください。これ、マジでうまい。マジでうまい。マジでうまい。最初ね、口に入れるとソースの味でファーってなるけど、噛んでるとうち麺の旨味がバチョーン。これも現時点で分かってることは、これリピ確、これお世辞抜きにうまいっす。脳忖度で超うまいっす。これうまい。ガシガシ食べていきます。ガシガシ食べていきます。これちなみにあれですね、
リトルヤミーさんの器まだそこまで出歩けないので返せてないのでちょっと使わせていただきます。なんか言えやって。低いな、このうまさ。マジで。あ、茹で前で、生麺かな、半生麺みたいなのが冷凍できたんですけれど、茹で前確か150だった気がする。めちゃくちゃうまいっす。スパイシーな感じ残るんですけど、全然なんか嫌な辛さじゃないけど。タコちゃん。めっちゃタコですね。イカタコだよね。イルキャンティーやべえな。つけだれというか、スープの味うまいっていうのも大事なんですけど、麺うまいって大事だよね。すげえ思うわ。意外にスープが減らないっていう、だからやっぱりこれ相当ひたひたなスープパスタなんですね。スープ多めな。絶対このつけ麺スタイルありだと思う。俺はこれぜひとも真似していただきたい。具の食感も心地いいな。
これソース足りそうだな。足りそう、ソース半分で。いかにだからスープが多いかってことですよね、ソースが。これ多分ソース丸々半分余るから、一旦冷蔵庫に避難させて明日何か行くと、これは優秀マジで。リゾットにでもするかな。リゾットにでもするかなって言って、料理できないお前が何言っとんねんっていうね。マッシュもうまい。うん。ほっ。ほっ。大変お見苦しいところ失礼します。ほっ。
麺のすすり方の真似っていいですか。ドラゴくんのすすり方。ロシアンが、ロシアンちゃんがこのパスタを食べてる時の食べ方、くるくる、まあ、フォークですけど、音が出てなかったです。すげえなと思いました。うん、結構あるね。
ょっとこの動画いつ公開させていただくかわからないんですけれど、ちょっと時間というかまちまちでタイミングバラバラなので、出すタイミングっていうんですか、撮った順と公開するタイミングがあべこべなんであれですけど、今ちょっとトレーニング期間入ってます。はい、というわけで、ごちそうさまでした。まずはめちゃめちゃ美味しかったのと、そして何より、こちらを送ってくださった視聴者の方、本当に視聴者様、ありがとうございます。これかなりハッピータイムですね、序盤は。以上、学生でした。Every day, 'cause I own it.